ボス、教師長親しみはこんなのだ。最強の武器を教えてあげる。最強のために思いっきり泣けて、最強のために思いっきり悔しがれる。こんなかっこいい武器他にないのだ。 VKO 強い。使う弾薬はこれ。やばい。わかるかい。そう、一撃。一撃なのだ。この有り余るパワーを持つ最強無敵マンジ弾丸のこと。積んだもんたち最強を追い求めるタルコファーは敬意を込めてこう呼ぶのだ。エピ弾と、タルコフ氏の最強の弾薬とは AP の名を冠するもの。つまり AP、 鉄鋼弾と弾薬に記載されている。この弾薬をリーズナブルに購入できてめっちゃ安く運用できる VTO は最強で間違いないのだ。カッパを取り、超絶お金持ちなズンダモンが言ってるのだ。間違いあるわけないだろ。マミテロってんだよ。最強教えてやる。動画出さなかったのは日本アルプスよりも深いわけがあるのだ。違うよ、タルコフが楽しくなくなったわけじゃないよ。そう、あれはいつものようにイケメンな柴犬と散歩をしていたとある日のこと。チーカックのズンダモンの脳天に雷が直撃しちゃったのだ。まさに試練一戦。雷を食らい、目が覚めたら体が縮んでしまっていたというわけなのだ。ふふふ、なんか物語が始まりそうな感じだろう。まあ、ズンダモン犬なんて飼ってないけど。ってことで今日も京都で今日から最強の銃を使っていくのだ。最強を追い求めるズンダストーリーに振り落とされるんじゃねえぞ。この光景はライフルを持てない子がライフル持ちたいっていう願望を叶えるために生まれたんだってさ。何でも SG の慣れの果てなんだと。つまり聖杯ってとこだな。あらゆる願いを叶える願望機なのだ。冷静に考えてそんなよくわかんない、なんかかっこいい銃が弱いわけないだろう。 JK 誰もいなかったのだ。どうもこの願望機を握ると敵が寄りつかなくなるみてえだな。残念なのだ。強敵と音楽を奏でたかったぜ。なるほどね、その分敵と会えた時の愛が深くなるってことね。タルコフは愛を知れるすごい存在なのだ。そしてタルコフを愛す者には最強のアイテムが舞い降りるもんさ。刮目せよ。血なずんだもん。さっきの車んとこで 100m タスククリアしたのだ。ねえ、危ねえ、ジュリーすけ。だからね、あんなとこには夢も希望もないってことをみんなに教えたかっただけなんだ。あんなとこに来たよ。排出音、尾行されてたのか。SMG、 距離を取れば怖くないのだ。小屋長くなりそうだぜ。どこだ？見えた。ビューティーフォーなのだ。低反動攻撃力交換2。最強じゃないなんてありえないのがありえなくてありえないのだ。なんつうかよ、この冷たい鉄の塊にコスモを感じちゃったぜ。宇宙は黒、 VTO も黒。宇宙は無限の空間、 VTO も無限の最強。どちらも神秘をまとう深淵に近い何かなのだ。やっぱり VTO は劣化爆裂銀河球に最強武器で間違いないってこったな。
この辺りはスカブがたくさんいるのだ。5分10分経ってから来ればスカブキルタスクははかどるよ。戦った後の玉褒めは幸せのひととき。ズンダモン、この音を聞くためだけにバトってるって言っても過言じゃないのだ。やっぱりレッグメタとの PVP は楽しいね。終わった後のこの回復がいい出し出してんのだ。ちなみに豚骨しか勝たん。醤油派閥か。やはり豚骨しか勝たんのだ。強すぎるのだ。いくら豚骨が嗜好でミネラル豊富で健康食で皆が大好きな味だとしても、こんなに強いのはありえ。黒豚は美味しいよね。はっ、もしかして VTO AT そういうことか。普通に考えてどっちにも P が含まれているなんてありえないのだ。26字もあるアルファベットが重なる確率なんてとってもとっても小さい。 26×3×26×2 で4545、つまり2分の4545。よって重なる確率は 0.044% という奇跡の数字なのだ。そんな枝豆みてえな確率を超えてまで P を含ませたということは、そこにはそれだけの思いが乗ってるということ。キートは駐車場。なるほどね。つまりニキータニキはこの VTO と AT という最強の組み合わせに駐車場って意味を込めたんだよ。全てを受け入れてくれるあのたくましい大地を表現するために。だから VTO は大地のような安定した最強さを持ってるんだね。へえ、積んだもんたち軟弱なたるコファーの代わりに胸ぐらをつかまれて猛烈なパンチを何度も食らってよろけて大技を作ったとしても涙を隠す男気あふれる男がいるってこと。口喧嘩もうまくできないくせに予報通りの雨で傷口が綺麗になるなんて冴えない冗談で取り繕い世界を楽しくしようとする、そんな男が想像する神ゲーがあるってま。エスケープフロムタルコフで検索検索。ふ、いい汗かいたのだ。久しぶりに脳がフル稼働したね。やっぱり最強を追い求めるのは幸せなのだ。癖になっちまうぜ。強い。ってことで VTO でした。最強、めちゃ強いのだ。そだね、いいところばっかりでも遅くさいからちゃんと悪いところを一つ語るのだ。一撃で倒せるっていうのは冗談さ、合理的冗談なのだ。4アーマー相手でもなんか倒せないんだわ。ショットガンだから距離減衰がすごいのかもね。後手反動ってのも言葉のあやさ。単発銃だからって反動がないわけないのがないよね。世の中そんな都合良くないのだ。ってことで総評は、最強、サーチにも最強を握るのだ。あ、ちなみにズンダモンがしばらく浮上しなかった本との理由は、ナロを小説書いていただけなのだ。タイトルは、信じていた妖精王に全力ビンタされ聖地を追放されたが、外れ能力ズンダがアルチメット覚醒してレベル99999になったので、猫耳少女とのんびり温泉旅行をしますのだ。えっ、さっきのオブジェじゃなかったんかいな。スナイパーっぽいから撃たせてもいいね。縦の
の動きを混ぜたらそう簡単には当てないのだ。ぐるっと回ってるな。そこのスカブはずんだ餅で買収済みだぜ。ありがとうなのだ。ジミのおかげで索敵がめちゃ楽になったよ。約束のずんだ餅なのだ。味わえよ。VPO 最高。というわけでジージー対アリでした。